ずっとあなたを見ているから。時は こういう時はうん、なるほど。よし、シド、そこでじっとしていろ。いいから動いてはならん。シドを治すためには、添い寝が必要なのだろう。よかった。いつも通りみたいじゃない。物覚えが悪いところもいつもの指導ね。そろそろ病院を予約した方がいいのかしら。先天的なものだし、もう手遅れでしょうけど。ま、思ったより元気そうで何よりだわ。ところで、病み上がりだってのに、トウカとベッドで何しようとしてたの。はあ、やだやだ。思春期の青いリビドーを抑えきれなかったのを人のせいにするなんて。冗談よ。トウカ、このアホ兄ならもう大丈夫だから、安心なさい。そうなのか?しかし、さっきは添い寝をした方が早く良くなると、小鳥が言っていたではないか。そうね、どうかがしたかったらしてもいいと思うけど。指導が早く良くなるなら私は。指導、本当か？いや、なんでもない。指導が大丈夫ならよかったのだ。何よ、本当に何も覚えてないわけ？頭の検査だけはした方がいいかしらね、やっぱり。
元気そうだね。シドさん、あの本当に大丈夫？ああ、心配いらないらしいぞ。頭以外は。最初に挨拶したのはヨシノンなのに今までスルーなんて、まだ具合悪い証拠なんじゃないの？気分はどうだい、シン？どう？少しは落ち着いた？大丈夫かね、シン？あなたがパニックになりそうだったから特効薬を使ってあげたのよ。何か文句ある？それでシンが落ち着くのなら私は構わんが。ああ言ってるけど、なんならもう一回おかわりしとく？そうしたそうな顔してるわよ、シド。説明も何も。シド、あなた本当に何も覚えてないの？まあ、3日も寝込んでたらボケちゃってるのも無理ないかしらね。言ったわよ。ねえねえ、このくるくるパーの具形に説明してあげて。シン、君はフラクシナスの医務室で眠り続けていたのだよ。3日もの間ずっと。
容態が安定して医務官から許可が下りたから今朝自宅に戻したの。ほんと大変だったわよ。トーカは自分のせいだって大泣きするし、吉野もそれにつられて暴走しかけるし、これも全部指導のせい。指導、お前は私を助けようとしてくれたのだ。暴走した私を。どうやら思い出したみたいね。まったく無茶するんだから。あなた本当に分かってんの？今そうやって生きてられんのが不思議なくらいなのよ。指導、ゴヒだって。いつまでも正義を探し続けてなさい。自分の回復限界も把握してないくせに人の能力鵜呑みにして動くようなアホなんだもの。体に教え込むしかないでしょ。まあそれでも助けずにはいられないくらいアホなのが指導なんだろうけど。いい？次からは勝手な真似しないと肝に銘じなさい。今のあなたは簡単に死んじゃうんだから。トーカの暴走に巻き込まれて気絶したあなたはブラクシナスで回収して調べたの。解析の結果、奇跡的に暴走によるダメージはあまり見受けられなかったのだがね。ああ、シン、君の体から霊力が逆流しているのだよ。今まで封印した全ての精霊の力がね。確かに逆流現象はこれまでも起きたことがあったけど、あれは一時的なものだったでしょ。あれくらいなら想定内のことだから問題ない。だけど今回のケースはちょっとそれとは違うの。調査を続けてはいるけど完全にお手上げ状態。見当もつかないわ。トーカやヨシノを見る限り精霊のストレスが原因ってわけでもないっぽいし。シド、あなた何か心当たることはない？何か体に異変などは感じなかったかね。特に関係ある感じじゃなさそうね。フラクシナスで調べた時も何も出なかったわけだし。そうだね。あれだけのチェックをかけているのだからそこは間違いないだろう。謝る必要なんてないわよ。これは言ってみれば事故みたいなものなんだから。シン、今精霊たちは皆不安定な状態と言っていい。そして力が逆流し続けている以上、君を。指導は今不死身じゃない。
だから、命の危険に関わるようなことがあれば次は間違いなく死ぬわ。ようやく理解したみたいね。そういうこと。毎回毎回余計な心配ばっかりかけるんだから。もしもシドウが死ぬ、シドウと一緒にいられなくなったら、それはとても。シドウは少しくらい気にしなさいよ。言っとくけど、暴走したのはトウカだけじゃないんだから。トウカと同じタイミングでヨシノも暴走したの。トウカと同じくこっちも原因不明よ。因果関係もまだ分かってないけど、おかげで精霊マンションの居住フロアが。この前までトウカはうちで暮らしてたじゃない。あら、ずいぶんと動揺してるわね。そういうこと期待しちゃってるわけ。何変な声上げてるのよ。ついこの。もしかして反対するつもり？へえ、知らなかったわ。指導ってば、自分の都合。あら、そう？私としては別に他の家を用意してもよかったんだけど。死のを止めるのは初めてだけど、多分問題はないでしょう。また指導と一緒。それはあれだ、いいと思うぞ。はい。何だらしない顔してんの。鼻の下床までつきそうなくらい伸びてるわよ。病院よりも警察に電話した方がいいかしらね。シド、また世話になる。うん、本当か。そうだな。じゃあキャビアとフォアグラというやつはどうだ。この前テレビで見たのだが絶品だし。シドウと一緒にいれば、トウカは安定しそうね。ああ、今の状態なら特に問題ないだ。私もシドウさんと一緒だと嬉しいです。
大丈夫よ。トウカやヨシノと比べたらだいぶ安定してるから。いきなり何言ってんのよ。おそらく 100% 安定するだろうね。妹相手にやましいこと想像してるからよ。どんだけシスコンなの。身の危険を感じるわ。本当、こういう時になると口が達者なんだから。シン、問題ないよ。どうやら好感度はマックスを振り切ってるようだしね。レーネ、サロン・ド・ボヌールの限定ミルクレープ10個。まあ、小鳥もあれで15個。すまないシン、今のは私の勘違いだった。買収？一体何の話だね。そうかね。分かってるわよ。大丈夫よ。必要な時はせいぜい頼りにさせてもらうわ。ただこれは覚えておいて。トウカやヨシノの方が私に比べて精神面のコントロールや力。シン、そろそろ休息した方がいいだろう。病み上がりで無理は禁物だ。フラクシナスに戻る前に体温を測っておこう。ベッ。と、その前に小鳥はシンの服を脱がせて汗を拭いてやってくれないか。え？ちょっとレーネ？ん？どうした？フラクシナスでは小鳥が毎日やっていただろう。それはレーネが寝不足すぎて幻でも見たんじゃないの？そんなことはない。私のそばで一生懸命。特製カスタードいちごミルフィーユ10個。シン、私の白昼夢だったようだ。今日はトウカかヨシノに拭いてもらうとしよう。シン、大丈夫かね。そうかね。では、やはり横になっていた。さて、どうするか。ヨシノではちょっと難しそうだし。トウカ、シンの看病を頼んでもいいかね。真の上着を脱がせて、これで汗を拭いてやってくれ。うん、服を脱がさねばならぬのか。シドはじっとしていろ。あとはそのタオルで体を優しく拭いてあげたまえ。優しくすればよいのだ。さて、今のうちに体温も…シン、あーんしたまえ。
シド、大丈夫か？すまない、古傷に触ってしまったかもしれん。分かっている、もっと優しく吹けばよいのだろう。初めてにしてはよくできてるじゃないか。そうか、体は清潔にしておいた方が良いそうだからな。どうか、そっち側はまだ浮いてないんじゃないの？そっちか、心得た。先ほどフラクシナスで測った時は平熱だったはずだが、やはりまだ安静にしていた方がいいな。そうね、それじゃあ一旦フラクシナスに戻りましょう。さて、何の話か開幕見当もつかないわ。私は先に戻るとしよう。それではシン、ゆっくり休みたまえ。シド、さっきより具合が悪そうだが、本当に平気か？ああ、また必要になったらいつでも言ってくれ。あっちゃ、無理させちゃったかな。シド君、ごめんね。困った時はお互い様さ。あと、はい、まったね。シド、今回の件はこっちで調べておくから、もう一人で無茶するんじゃないわよ。今は私の力に甘えることはできないんだから。なんでもないわ。じゃあね、シド、今日はさっさと寝ちゃいなさい。